に来たら、あの素晴らしい雪おづきを振る舞うよ。あー、行こっかな。来なよ。え、到着したてだからラミーは誰よりも一番フレッシュに飲めるよ。あの、絞りたて、今が一番。絞したて、いや、変に反応しないでもらっていいかな。あーね、でもラミーちゃん絞りてぇよ。ラミー絞れるとこありませんけど、何絞るんですか。あるじゃないですか、おっきいの2つついてるじゃないですか。絞りたいです、お尻。あー、じゃあ4つついてる。4つついてないよ、2個だよ。どういうことだよ。上と下で。尻も、尻も胸も。何言ってんですか、あなた。今度絞りに行こう。いいよ。あ、いいの。いいよ。現地取ったよ。じゃあ、ねえねえさ、この間さ、あのポルカがさくれたさ、あ、はいはいはい、下着のさ、はい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 、あの下だけ欲しいって言ってたじゃん。あ、そう、パンツ欲しい。見せてあげるよ、どんなの来たか知ってる。あれ、なんか教えてくれなかったっけ。教えてないよ。あれ、見てないでしょ。見てない、見てない。え、でも文章では聞いた気がする。 HHHH なんじゃなかったっけ。だから、でも欲しいんですよ、下が。欲しい。だから、あげるっていうか。でも、その、聞いちゃったら一旦履いてから欲しい。はっ。何言ってんの。まだ発表してない。どんなパンツが届いてるか。いやいや、もうそれは言ってあるけど、ちょっと待って、何言ってんの。え、だって、一回履いてからがいいの。それは誰が履くんですか。え、ラミーさんが一回履いて。なんでラミーが一回履いたパンツをあなたにあげなきゃいけないんですか。頭、何言ってるか分かります。食い込んだやつでいい。あなた、きっちり半分ぐらいティーだったよね、もう。なんかティーなら、食い込んだやつ欲しいです。いや、別にティーわざわざ食い込ませるわけじゃないから、あれ。そういう構造のものじゃないから。でも履いてたら多分食い込んじゃうよね。そんなこともない。え、そうなの。あ、やばい、わかんない、ここ構造わかんない。え、どうなんだろう。え、ちょっと買ってみようかな。え、じゃあ一回履かせて。やばいやばいやばい。ちょっと一回履かせてほしい。うん、試着させて返すから。いや、それやだよ。それあっちがやだよ。なんで桃鈴ねねさんの関節履いたパンツを。関節お尻しよう。なんでそんなことしなきゃいけないんですか。ねねね、あのさ、ラミーさ、いっぱいバブ買ったからさ、一緒にお風呂入ろう。バブ、あー、ブクブクの。そう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 。え、入ろう。お風呂入れてくれるってこと。バブの生命見守ろう。いいよ。なんかそれ切り抜きで見たかも。ねねね、贅沢もんだからね、バブ2個入れるんだよね。だからバブ2個。バブとバブを。匂いはバラバラなの。いや、一緒のやつ2倍入れる。で、バブとバブを。3倍入れようぜ。あ、いいの ?3 つも。もうね、ねねが来るんだったらもうバブ3個入れたるわ。それをこすり合わせてる。シャカ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 。めっちゃおもろいやん。ちょっとじゃあバブさ、ラミーもラミー1個持つから、ラミー1個持ってさ、一緒にシャカシャカしようよ。協力ぶり。で、どっちのバブが先に割れちゃうかを。あ、いいよいいよいいよ、やろうやろう。競い合ってる。それやろう。楽しいよ。わあ、今ラミーとお風呂に入る構図をすごい真剣に考えてた。何、どういうこと。いや、どこを触ってやろうかなって。別にいいよ、どこでも。ま、え、ま、ま。ねえねえでしょ、別にどうでもいいよ。マジですか、それ叶えちゃうよ、ゆきみさんの夢。代わりに、代理で。代理なの。ねねがお腹にマッキーでゆきみんって書いてお風呂入る。最悪、マジで。うー、きたー。うわ、ゆきみんさん、ちなみにだけど、ねねがラミとお風呂入った暁にはどうやって絞ったらいいと思う。なんでこんな下手くそなの。まあ、どこかは言わないけど、どうやって絞ったらいいと思う。包み込むようにわしづかみにしてお口で吸ってほしい。バカじゃないの。本当にブロックしますよ。お口でって言い方がいいね、なんか極まってる。やめてもらっていいですか。本当そういうのセクハラですよ。